選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？久米が春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米はあなたを悪役に仕立ててその条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま紹介に預かりました春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し？あれが人殺しなの？あいつが立候補、やばくね？人殺しだったよ、人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください、あのふざけた態度。あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはじゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっつうの。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかったやつらばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか。久米さんよ、
春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ一番。俺もだ。春日に投票するぞ。頑張れよ一番。応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。久米なんかに負けんじゃねえぞ。久米さん、俺あんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収！撤収だ！おい待てって。おいちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり元極道という異例の春日候補は、早速 SNS を中心に話題となっております。はあ、役に立たない奴らばかりだ。久米といい、お前といい、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは？新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが、会長にでもなったつもりか？え？いえ。お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか？はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな？なあ、なあ、おい。
ちょっと。強くなった気がするぜ。成長を感じます。強くなったな。よし、まだクメは俺らに気づいてねえ。無線でレジ何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。何卒よろよう春日だ。春日候補が来てるぞ。カメラ回せ。論戦だ。昨日の論戦の続きですか、春日候補。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要などマスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か、お邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん、どうした。星野会長の命が狙われています。はん、今日清流会に襲撃があると小見汁へ闇情報が入ったんです。的は星野会長、孫妃も清流会に異変があるようだと言っています。会長が狙われてる。久米も青木亮も今は後回しにするべきかと。また来るぜ。清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え、おい、なんだよ。クメはもういいのかよ。
高部の頭、春日、撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父とこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。消えおったの春日。近江連合会長は、そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと、てめえらざけんじゃねえ。やる気だけ十分。ビビってんのか。私の番です。怪我しますか。ほら来いよ。セールよ。生きてどうだ。出てんのか。どうしようかな。痛い目に遭う。俺の番だな。やんのか。取っておきだ。なめんなよ。よし。はい。さて。やるか。寝てんのか。私の番です。風邪かせますかね。テンション上がりますね。まだ成長できるとはな。また強くなっちまったか。せえよ、イチ。あんたが会長？お前はいつだって遅えんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を？
偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥を落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何おい一番なんてな。この選挙区は若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。白黒つけようぜ。一。くそ、なんか持ち出しやがって。何恐れることはねえさ。だってお前前回戦った時勝てたんだろ。そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それか向こうが手を抜いてたんだろ。それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。ねえ、殺しの荒川組の若頭だ。ヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。了解。さーて、してみろ。プレゼントだ。どうしようかな。奥の手。私が相手です。俺の番だな。舐めると痛い目を見ますよ。とっておきだ。
ガンガンに行こうぜ。なめんなよ。おいおい、その程度かよ。やるか。見てなさい、みんな。食べに行きましょう。絶対負けない。してみろ。くらえ。舐めないでくれ。舐めるなよ。お任せください。かかってきなさい。見せてやる。やあ、怪我しますよ。セールほら、やるぜ。舐めると痛い目にいますよ。ぶっ飛ばしてやる。見せてやるよ。プレゼントだ。してみろ。怪我しますよ。ほら来いよ。とっておき。西洋の杖術だ。想像してたよりも段違いの迫力だけどな。想像？なんでそんなの知ってんだい。俺最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。ああ、嫌だな。絶対負けない。よし、覚悟はいいですね。痛い目に合わせますよ。とりゃ、食べに行きましょう。くらえ。さあ、お前の番。じゃあ俺の番。かかってきなさい。とっておきだ。社長パワーだ。お任せください。してみろ。見せてやる。やあ、さあ覚悟しな。見てなさい。私に勝てますかね。私の番ですね。セールふん。さて、さて、くらえ。ほら、やるぜ。私に勝てますかね。見せてやるよ。怪我しますよ。殺してやる。様子がおかしい。折れた刃物を直に握ってるし。構えにも聞き迫るものがあるな。いよいよ頭の本気中の本気ってことだね。みんな気をつけてくれよ。
カシラ、何やってんだよ、あんた。俺の知ってる沢城城は、何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなんてこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目覚めて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え、その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。
そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう降ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう、全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だからさらなんだよ、俺はもう全部忘れた。いやー寒い、早く帰ろうぜ。やっぱり私戻る。ふざけんな、もういいだろ、忘れろよ。やだよ、戻らなきゃ。あ、おい、よせって。落としてるの？赤ん坊がいるって気づいたの？でもなんで？ほら、ほら、ここ。でも、よかったんじゃねえか？あいつが面倒見てくれるってなんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おいおい、大丈夫か？しっかりしろ。どけ！じゃあ、おやつさんは、あんたの赤ん坊？ってことは、その赤ん坊は、荒川正人、若だ。若は、あんたの息子？お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。
だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か、うん、あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえったな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこにいた。そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日
その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？どけ！騒ぎが収まった後も、俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でも、なぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。あ、言いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘。赤ちゃんがもう一人。どうすんです。警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違え。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて、赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。清流会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも。なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて、俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから
俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと？頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやさんを？確証はねえが、頭補佐の石尾だかもな。奴が今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎がおやさんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。그거 믿을만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. どうした? 星野会長が狙われていると、そう教えてくれた匿名の垂れ込みですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。何?なんで沢城が自分からバラしたんだ?つまり沢城は、星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え、彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。が、あなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになる。ですから、匿名で情報を流し、星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ、あんたは。頭、そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。ああ、40年前の大晦日、茜が、あいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかが祖父で、そんなわけねえのによ。
もしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だと。クソ大家さん、クソ、どうして。急にみんなお前のことを心配して。話をつける。え、誰と。青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。え、おう、わかった。俺らも行くからよ。ちょうど呼び行こうと思ってたとか。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。何はともあれ俺らが気に入らねえってとこか。そいつお互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。はっ、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。後悔するな。相手にならないんじゃない。さーて、怪我しますよ。ああ、絶対に。俺俺セーラー、来てみろ。なんや、出てんのか。頑張ります。上がってきなさい。ぶっ飛ばしてやる。見せてやる。俺俺ダメなのか。よし、行くぞ。舐めると痛い目にいますよ。舐めないでくれる。ふざけてる。見せてやるよ。ゆっくり前にやる。やっこりや。始まったね。よし、来い。私の番です。こいつに来いよ。行くで。痛い目に合わせますよ。僕の手してみろ。俺俺やめるよ。俺の番だな。私が相手です。さて、舐めると痛い目に合わせよ。許せるよ。俺俺やってきなさい。なんやよ。頑
てやる。痛い目に合わせますよ。私の番です。よし、行くぞ。どうしようかな。さて、私が相手です。さて、分かりませんよ。俺の番だな。よっしゃ、さらに強くなれましたね。またいい女になっちゃった。やった、強くなったか。いいじゃない。おい、ああ、行かれますか。それでは出発いたします。ねえ、おい、私の番ですね。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。ライアン踊れる、なんで俺らを襲うんだ。沢城藩を殺に突き出したわ。踊れる野郎が、お前らこそなんや。踊れる、何しに来たんや。久米に用があって来たんだ。あいつはどこだ。知るか、くたばれやボケ。クメはどこだって聞いてんだ。早く答えろや。くれ。ちょっと一番、やりすぎよ。
化け。クメはどこだ。だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。あと100発でも200発でもてめえを殴れる自信があら、根性見せるつもりなら試してみるか。質問に答えろ。クメはどこだ。そうかよ。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。偉人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。何、カムロ町に行っただと。踊り、この間選挙カーに押し込んできよったら、せやさかい久米は都知事に青木亮に泣きつきに行ったんや。もっと警備を増やしてもらわんと選挙ができへん言うでな。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。なら久米じゃなくてもいい。青木亮に会わせろ。そんなんわしに言われても。おやっさんを殺して、星野会長を殺して。答えたやん。知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして、残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。もうよせ。一番うるせえ。俺はな、若と荒川雅人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ。誰だ。あんた、なんで偉人町に。通りすがりだ。なわけねえだろ。誰なんだあんた。大阪じゃ味方してくれたよな。おやっさんとはどういう。身の上話をする気はねえ。は？俺は日の当たるとこじゃ生きられない人間だ。だが、だからこそ手に入る情報を持っている。何の話で。青木亮の次の一手はまたこの偉人町で刺される。何、次の一手って何だ。お前にその中身を伝えるつもりだった、ついさっきまではな。何だと。知ってならさっさと教えろ。今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな。何だと。気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗できねえって相手を人に止められるまで殴る男は見下されても仕方ねえんじゃねえか。情報って何だよ。若の次の手ってのは何なんだよ。そんなに頭に血のぼってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだある。夜になったら小見汁に来る。俺はそこで待ってる。小見汁。今小見汁では孫飛がシステムの復旧の指揮を取っています。復旧の目処は立っていないとは聞いていますが。なるほど、そっくりだな。ん？何か。いつだったかお前とよく似た男に会ったことがある。だが俺の目の前でそいつは死んだ。ほう、夢でも見られたのでは。聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしい。つまりそれがお前だな。
ご自身の記憶は夢ではないと。はっきり言え。影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ、同じ覚悟で生きる。つまり暗純義とは永遠の命を持った存在なのです。なるほど。はあ、お前ら知り合いか。いいえ、私の知り合いを知っていたようなので。はあ、やっぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。で、よう、コミジュルに来いってなんでだ。そこで何があるってんだ。来るも来ないもお前ら次第だ。続きが聞きたきゃおとなしく夜を待つんだな。では青龍会の組長殺害にあなたの関与はないと。ええ、もちろん。言い切りますね。では仮にも世間で多少の疑いが出たとしたら、ゴシップ的な扱いで終わりますよ。それはつまりあなたが関与している証拠は一切出ないし、警察で確保された沢城が星野殺しはあなたからの指示だったなどと漏らすこともないと。そういうことですね。そう捉えて構いませんね。へえ、そう取り乱さないでください。警視総監ともあろう人が。そちらにご迷惑はかけません。お約束しますよ。それは神経質にもなりますよ。以前から聞いていた話と今ではだいぶ状況が変わってきてますからね。先日蒼天堀での近江連合解散はまさに想定外でした。あの状況を見るに、あなたはそもそも初めから荒川真澄の手綱を握れていなかったということになる。彼ならもう舞台を降りましたよ。その後釜に座るのが沢城城と思っていました。そこにも計算違いがあったのでは。あなた方はこちらのことにあまり立ち入らない方がいい。いろいろ気になることもあるでしょうが、でもご安心ください。すべて私が見ていますから。大阪の近江連合本家が解散を謳った今、神室町にいる残りの近江は所詮烏合の衆でしょう。荒川も沢城も消えた今、誰がそれをまとめるんです。さあね、とにかく私にお任せください。でも今我々と警視庁とは適切な距離を保つべきです。特に今はデリケートな時期です。それくらいお分かりでしょう。ですから今後私の了解もなく突然押しかけてくるなんてことのないようにお願いしますよ、堀之内さん。そういうあなたこそ事前に何の相談もなく国の政治にまで手を広げた。いきなり民事党の幹事長とはね。ほう、事前に相談してほしかったんですか。相談してもしなくても何も変わりはしません。私を止める力など誰にもない。それでも助言ぐらいはできたはずです。あまり身の丈に合わぬことは慎まれた方が賢明ですとね。でも言ったところで無駄でしたか。あの野郎、
都知事への敬意が足りてないんとちゃいますか。面倒になる前にけじめ取りましょうか。勝手に消すなよ。俺の楽しみを奪うな。楽しみでか。あいつはこれから先ずっと俺に顎で使われて生きていくことになる。それを見て味わうのが俺は楽しみで仕方ないんだ。なるほど、わかりました。ところで偉人町から久米が泣きついてきてますわ。選挙中の警備を増やして言うて。それはこっちの仕事だ。なんとかする。そっちに頼んだ仕事はどうなっている？偉人町の方は手配済みですわ。この先は知事といえどもことが済むまでわしとはもう連絡が取れんようになります。そこはご承知おきを。石尾だ。はい。東京近江連合の会長にはお前が適任だと思っている。他の幹部衆の前で俺にそう宣言させてくれ。ありがとうございます。後悔はさせまへんで。